はい、やるよ。はい、どうぞ。ちょっと待って。嫁です。最近あの嫁の元にいろんな荷物がいっぱい届きます。こっそり公開してる欲しいものリストから送ってくれる優しい紳士の方々がいっぱいあの送ってくださって、この前届いたのがあのラーメンの寄せ集めと、最近すごいハマってる忍者飯が送られてきました。本当に助かってます。ありがとうございます。ただね一つだけね、ちょっとよくわかんないもんが送られてきたの。誰ですか牛糞送ってきた人。牛糞、なぜ牛糞、しかもあの欲しいものリストに入れてないんだよね。なぜ牛糞、使い道ないし花育ててないしね。あの牛糞はもうあの結構です。ありがとうございました。はい、で話は変わるんですけど、皆さんお出かけするときに外出先で歯磨きたいなって思ったことありません？例えば女の人だとあのお食事デートの後とか、ちょっとカレピッピッピッピピに会う前とか、男の人だと最近あのキャンプとかさ、よく行く人多いと思うんだけど、そういう時にあの歯磨きにちょっと困ったことってありません？ありますよね。今日はすごいね便利な歯ブラシをね見つけてきたんで、それをちょっと今日は紹介したいと思います。じゃん、これねあの東和産業さんから出ている次世代歯ブラシ、カプセル歯ブラシ、水がいらないすすぎ不要クリアティースっていうのをねあの見つけてきたんですよ。これねすごいんだよ。これぐらいの長さのやつなんだけどね、1本500、すごくない？歯ブラシと歯磨きオイルだったかな、歯磨き粉の代わりみたいなのがついてて、であとねあのフロスもあって、あとあの舌を掃除するやつもついてて、あとあの爪楊枝代わりのピックみたいなやつも全部これ1本になってんの。すごいよね。もうこの水がいらないからどこでもね歯磨けちゃうので、今日は実際に私がこれを使ってちょっとね使ってみて、ちょっと待って言い直すね、レビューしてみます。そうで今日は実際に私がこれを使ってみてレビューをしたいと思います。じゃあ早速あれいきますよ。開封の儀。こんなコンパクトなの。開けよう。じゃん、映っかなこれ。あ、なんか美容系みたい美容系みたい。これこんなねコンパクトなんですよ。でこっちに歯ブラシと、この舌がねあの舌クリーナー、ちょっとややこしいんだけど、あの舌用のクリーナーついてて、でこっちにフロスがついてて、これをねするとピックが出てくるの。すごくない？でこれあの開発がクラウドファンディングであの集めた資金で行われたやつなんだけど、100万円の目標金額に400万も集まったっていう、めっちゃ期待値高めの歯ブラシなんですよ。今青色のやつ私が持ってんだけど、この青色のやつがあの歯磨きオイルがねここについてんだけど、歯磨きオイルがミント味で、このミント味の他にここがピンク色になってる、ピーチ味と、ここが黄色になってるレモン味があるらしいです。じゃあ今日は早速これで歯を磨きたいと思います。
かな。あ、もう、もう、めっちゃスースーする。すごいね、あの息が超爽やか。多分今ね、あのこの距離で人と喋っても多分大丈夫なレベル。すごい、あのミントが結構すんごいスースーするしかもね、あのちっちゃいんだけど、なんか思ってたよりもね、しっかりあの歯ブラシできる。いいねこれ。ちょっとね、鏡がないからこのピックのあれがちょっとレビューができないんだけど、あれよ、普通に爪楊枝代わりだよなんか意外とこう、なんか歯ブラシは持ち歩いてても爪楊枝持ち歩いてる人ってあんまりいないじゃんね。いるかもしれんけど、私は爪楊枝持ち歩いたことないからわかんないんだけど、これ1本になってるからね、すごい便利。私結構スキッパだからね、やっぱフロスついてるのはね、ありがたい。これ喋ってないと思う、もうずっとスースーしてんの。すんごいスースーしてる。爽やか、これ以上ないぐらい爽やか。今口が、私今めっちゃアホ面さらしてない？これ大丈夫かな、女子として。水なしですごいお口の中さっぱりできるんでおすすめです。あの気になる人はお口湧水でも全然大丈夫みたいなんですけど、やっぱ水のないところでも使えるっていうのはすごくいいと思います。いや本当になんだ、あのキャンプの人ってどうやって歯磨きしてるんだろう。いつも水ないじゃんね。ごめん、今純粋にすごい喋りながら疑問に思っちゃって喋っちゃったキャンプの人ってどうしてんだろうね。わかんないね。あ、多分水のあるところまで行って歯磨きするんだよね、きっと。あ、そうでしょうね、うん、それ多分水のあるところまで行って歯磨きしなきゃいけないと思うんだけど、これ本当にどこでも使えるから、そういう人にもすごくおすすめです。こちらの商品、気になる方は概要欄にあります URL からご購入いただけますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。今日の動画は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、よかったらフォローお願いします。